はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は焼酎ですね。こちら、菊川という、これブランドですね。のうまい焼酎です。これ以前から気になってたんですよね。でですね、購入した場所は、どこだっけ？業務用スーパーに売ってました。アルコール度数が、25%。そして値段がなんとこちら、1450円でした。消費税込んで、いくらだ。1500円ちょっとでしょ。超激安。しかも25度ですよ。25度で1500円ちょいって恐ろしい安さですね。これやばいでしょ。で、製造者が菊川株式会社。岐阜県の会社ですね。原材料が糖蜜のみとなっております。それでは早速飲んでいきたいと思います。今日はですね、こちらつまみにですね、楽天市場で1位だったので買いました。ホルモン、上ホルモン、ね、買ってきました。それでは、いただきます。乾杯。甘いっすね、これ。あ、めっちゃ甘い。なんでこんな甘いんだ。すげえ甘い。あの、焼酎の甘さね。甘いって言っても。あ、すっごい甘くて飲みやすい。うん。特にアルコールの臭さもそこまでないですけど、まあ、あるといえばありますけど。ちょっとだけ、刺激もそんなにないですね。うん。美味しいです。うまいな、これ。うまい、焼酎。あ、うまい焼酎でグーグルとあれなんだ。菊川のうまい焼酎。あ、飲んでる人いますね。業務用スーパーで、どっかのブログですね。価格が1450円安いと。だって。でですね。めちゃくちゃ安いですね。これ、うまい焼酎っていう名前なんですけど、これ実は、同じ菊川でですね、うまい焼酎じゃなくて、美味しい焼酎っていうのもあるんですよ。一体何が違うのかっていう。謎です。うまい焼酎もあるし、美味しい焼酎もあるという。感覚としては、これはかなり甘い部類だと思いますね。今まで飲んできた焼酎の中でも甘い、うん。かなり甘めで飲みやすいです。うん。かなり甘いですね。うん。これはすごいコスパ最強だな。うん。これは安い。菊川酒造メーカー、ウィキペディアにありました。岐阜県のなんとかかんとかに、本社を置く日本の醸造、企業である。菊川、ホタルビーこれなんていうのかがり火かの、銘柄で清酒を製造、販売するほか、香類焼酎、おつり焼酎、リキュール類、みりんなども製造する。
設立が1920年の会社です。もう、100年経ちますね。なるほど。公式ウェブサイト。あ、ありました。商品紹介。うまい焼酎。ああ、そうですね。主に料理酒、みりん、菊川の鬼殺し、日本酒ですね。で、清酒の菊川、そして焼酎のうまい焼酎。と、あと、米麹と塩麹。そして芋焼酎。と、芋、おつ類と香類、混和の、高つ、混和、焼酎、芋一。というものと、あと、同じく芋焼酎の、黒芋焼酎ですね。うん。だそうです。うん。まあいいや。とりあえず。俺は、今日は、このホルモンで、飲むべ。ただね、このホルモンね、先ほど焼いたんですけど、フライパンで、焼いたんですが、ものすごく臭くてですね、楽天市場で2000円で送料無料で売ってたんで買ったんですけど、恐ろしく臭くてですね、先ほど一つ星の評価をつけたところですね、はい、恐ろしく臭かった。そのくせね、楽天1位でね、1位のランキングに入ってるんですよ、ね、謎なんです。緑茶割りいただきます。謎なんですよ、絶対あれだって。なんか、あれしてるね。なんか、嘘を書いてる気がするな。なんか、桜を雇ってる気がする。確実に。完璧。すっげえ臭いの、これ。うんこの匂いがするんだよ、焼いてる時から。で、ググったところによると、臭いホルモンっていうのは、下処理がね、甘いと。ホルモンらしい。で、なおかつ、これね、ゴムみたいにね、噛み切れないんですよね。うん。まあ、ホルモンって大体こんなもんなのかもしれないですけど。うん。俺基本的に白もつしか食ったことないんだけど、白もつは自分の、そこら辺で買ってきて、で、圧力鍋で煮込むと、トロトロになって食べられるんで美味しいです。白もつはうまいんだけどね、上もつとか言ってさ、どこが上もつなのっていうレベル。謎なんだよね。臭い。もう臭いねん、これ。すんごい臭いねん、これ。なんでこんな臭いの？まあ、噛み切れないのは、まあ、仕方ないとしても。臭いのはちょっとおかしいって。こちらですね。こちら。福田商店、有限会社福田商店っていうところの上ホルモンっていうのが、これが 400g。これが 400g なんですけど、これが3つついて2000円だったんですよ。これ冷凍してますけどね。で、味噌味なんですけど、この味噌はいいんですよね。この味噌は、味噌の味はうまいんですよ。このタレっていうか。うん。
どうしてこんなに臭いのか。謎なんです。まあ、もったいないんで食べますけどね。残りの2パックあるんですけど、これはもう俺直伝の圧力鍋で、1時間ぐらい煮込んで、やれば多分、柔らかくなって食べやすくなると思うんですけど、本当にゴムみたいに硬いんですよね。とにかく噛み切れない。うん。これどこの部位なの？牛のね、牛ホルモンらしいんですけど、なんだろうね。大腸かな？多分大腸か小腸なんですよね。んで、安いところのホルモンはやっぱ噛み切れないらしいです。うん。って言っても俺安いところしか食ったことないんで噛み切れるホルモン知らないんだけど。うん。スーパーとかで売ってる白もつは好きなんだよ。あれは。あれ味噌で煮て、あれするとうめえんだ。圧力鍋でね。圧力鍋で1時間ぐらい煮るとね、ほぐれるように、噛まなくてもいいぐらいの、ね、レベルになるからね。すごい。逆に噛み切れすぎて、噛みやすすぎて、逆にもったいないレベルですね。あれは。白もつはね、あれね、圧力鍋使うべきじゃない。多分。簡単に噛み切れ、噛み切るっていうか、もう食感自体がほとんどなくなっちゃうんで、食ってて面白くないですよね。ほとんど液体みたいなもんだから。でもこれは逆ですね。とにかく、硬い。硬い。もしかすると、豚ホルモンは柔らかいのかもしれないけど、牛ホルモンはやっぱこういう風に硬いのかもしれない。俺肉はそんな詳しくないの知らない。もしかすると、本当に噛み切れないね、これ。やっぱ牛ホルモンよりか豚ホルモンの方がうまいんちゃうか。本当に噛み切れなくてさ、なんか、ガムみたいに噛んだ後にさ、ガム自体をごっくんするようなさ、感じだよね。これってね。ただ惜しいのは、スープ自体は、スープつかタレ自体はうまいんだよね。この味噌だれね。それがもったいないですね。やっぱどうしても、あれなんかね、牛は硬いんかもしれん。でもやっぱり普通にフライパンで熱して食べてくださいって書いてあったから、それ通りにして食べたんだけど、やっぱ硬いもんね。しかも臭いしね。
でもこの菊川焼酎はうめえな、普通に。普通にうめえな。てかこれで1500円っておかしくね、値段。1450円はやばいだろ。破格破壊だぞ、完全に。価格破壊もいいとこ。価格破壊っていうかもう、あれだよ。普通の安い焼酎でも大体1700円はするべ。税抜きで1700円はするべ。1680円とかな。それよかも200円も安いんだから。200円以上安いんだからな。どんなんだよって話よ。ということで、レモンサワーでいただきます。完璧。うん。うん、飲んだ感じも、特に、問題なく美味しいですね。実に。今後これあれだな。コスパ最強だな、これ。うん。甘くて美味しい。ストレートで飲んでも普通に甘くて美味しいもん。うん。うん。まあ、その甘さを欠点とするならば、あの、金宮とかみたいに、金宮とかみたいにってことじゃないか。宝みたいに、あの、辛口ではないのは確かだね。真逆の、宝と真逆の、甘口だからね。うん。でも全然、うん。飲んだとき、まあ、レモンサワーにしたときに、宝のように、その、うわ、酒だっていう感じのじゃないですね。やっぱり、かなりマイルドな出来なんで、今みたいにこうやってレモンサワーにして飲んでると、酒の味が全くしないですね。うん。あの、タカラはしっかり酒の味がするんですよ、ダイレクトにね。なんで、それがまあ、俺も好きなんですけど。これは全くしませんね。うん。それがいいのか悪いのかっていうのは、まあ、人それぞれになるでしょう。まあ、俺はどちらかっていうと、やっぱり、うん。タカラの方がいいんだけど。タカラ高いからね。うん。タカラ1800円とかするでしょ。多分。うん。タカラ下手したら2000円ぐらいするからな。まあ、コスパ的に考えれば確実にこっちだよね。うん。ただ、まあ、まあ割材にもよるんだけどね。このレモンとかで割って飲んでると全然味しないけど、緑茶で割るとちゃんと味するもんね。うん。結構面白いことに。あの、ウーロンハイとかすげえわかりやすいんだよな。ウーロンハイとか緑茶入ってすげえダイレクトに来るから、あの、酒の味が出るんだけど。こういうレモンハイにすると、あの、だいぶ紛れるもんね。マイルドになるよね。え、これ酒なの?っていうレベルになるんですよ。それがこの氷焼酎の面白いところでね。うん。本当にウーロンハイって、あれ飲んでる人は、あれは酒飲みだと俺は思いますね。うん。ウーロンハイ好きな人ってあれ酒飲みだと思うや、俺は。うん、俺もウーロンハイ大好きなんだけどさ。あれ何が好きかってさ、ウーロン茶とさ、全く別物になるからね。うん。
全く味がさ、あの、別格、別物になるんだよね。うん。このレモンチューハイとかはさ、はい、レモンに、はい、炭酸入れて、で、酒入れてるわけだから、まあ、ちょっと酒の味するかなーっていうぐらい。もうむしろ、それか、ただのレモンジュースみたいな、レモンのサワー。まあ、これで言うと、もうまさにこれなんだよ。このうまい焼酎で作ると、あの、全然、あの、あれしないわけ。味が、あの、焼酎の味全然しないわけ。うん。でも、この緑茶とか、ウーロン茶で割ると、氷焼酎って、すげえ、あの、生きてくるんだよね。うん。味がね。それが不思議なところで。こうしてレモンサワーとして飲んでる場合だと、全然焼酎の味主張してこないのに、緑茶とかウーロン茶になると、がぜん主張してくるのね。うん。それがまた、面白いよなぁ。まあ、ということで、まあ、ぐだぐだ言っててもあれなんで。コクはないでしょう、ね、甘みは結構強いぞ。氷焼酎の甘いの好きな、氷焼酎で甘いの好きな人はあれ、あれやぞ。これはもう、俺が太鼓判して、うまい。コスパ最強、味も良し。これに文句つけようがないですね。1、3、2、5です。ご視聴ありがとうございました。